皆さん、こんにちは。現在はテレビであまり見かけなくなった小じるりこと小島るりこさん。以前は CM やバラエティ番組に引っ張りだこでしたが、最近はアッコにお任せで見たなくらいの印象です。今回は小じるりさんは現在何をしているのかについて気になったので調べてみました。まずは小じるりさんのプロフィールをご紹介します。本名小島るりこ、生年月日1993年12月23日、出身千葉県市原市、血液型 O 型。小じるりさんは2009年に行われた第34回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞したことで有名になりました。ホリプロタレントスカウトキャラバンといえば、女優の深田恭子さんや石原さとみさんらを輩出してきた新人発掘オーディションです。グランプリには千葉県出身の15歳高校1年生小島るりこさんが選ばれました。第一希望は歌手と初々しい笑みを見せました。そこからはバラエティタレント、グラビアモデルとしてテレビ番組に引っ張りだこだった小じるりさんですが、最近では終わった、干されたと言われるまでに。そんな小じるりさんは現在何をしているのでしょうか。2021年の小じるりさんの活動といえば、関東ローカル番組プレミアの巣窟、サプ MC、 サタデープラス、メインキャスター、スカパーアイドル専門チャンネルピンゴー、アッコにお任せ、準レギュラー、インスタグラム、ツイッター。めっきり地上波のテレビ露出が減ってしまいましたよね。本当に小じるりさんは終わったのでしょうか。芸能界でのお仕事が激減した理由の一つ目は略奪愛が原因みたいです。2020年7月31日小じるりさんと人気漫画キングダムの作原康久氏との交際がスクープされました。タレントの小島るりこが人気漫画キングダムで知られる漫画家原康久氏との熱愛報道について聞かれ、もうその通りですと認めました。ここで原康久さんのプロフィールをご紹介します。本名原康久、原康久、生年月日1975年6月9日、出身佐賀県、職業漫画家。堂々の交際宣言に最初は二人を応援する声は多かったのですが、状況は一変、小じるりの略奪愛疑惑が浮上してきたのです。恋愛年表、原氏既婚、3人の子持ち。2018年頃、元アイドル A さんと原氏の交際スタート。2020年3月原氏妻と離婚。2020年7月31日小じるりと原氏に交際報道。真相は分かりませんが、原氏、元妻、元アイドル A さん、小じるりさんの四角関係になってしまい、事態は泥沼化してしまいました。昼ドラ顔負けのドロドロ具合にファンをはじめとする視聴者たちはドン引きし、小じるりのイメージは一気に落ちてしまいました。また事務所のトップである和田アキ子さんは、小じるりさんから交際報告がなかったことを面白くないと感じて怒っていたとか。和田さんはアッコにお任せでは私は聞いてないけどねとへそを曲げていたのだ。テレビ局関係者は、和田アキ子さんは義理を通さない小じるりの態度が下に食わないようで、レギュラーやテレビ出演が減ってきているのはそういう理由もあると語っています。交際報道前は元気で明るいキャラで女性からの人気も高かった小じるりさんですが、四角関係発覚後は嫌われ女になってしまいました。視聴者からの人気も落ち、テレビ関係者からも可愛がられなくなり、テレビ出演が減ってしまったんですね。泥沼化し、嫌われ女になりながらも原康久氏と交際を続けた小じるりさんでしたが、2021年6月27日に2人は破局しています。2021年12月4日放送のサマーズ三村正和と小島るりこのリムコジラジオで、小じるりさんは、私なんか今27なんですけど、もうすぐ8になるんですけど、マジで2年間無駄にした気がするんですけどと発言。
こじるりさん的には恋愛に関する発言ではなかったらしいのですが、どうしても原康久氏との恋愛期間を想像させてしまう結果となりました。四角関係にまでなって世間を騒がせた略奪愛が結果的に破局となり無駄にしたという魚で発言に対し批判が集中し、さらに好感度を下げる結果となってしまいました。20代後半で仕事や恋愛に悩む時期なのもわかりますが、公の場での発言にはもう少し注意が必要ですね。そんなこじるりさんは2021年7月6日深夜放送のグータンヌーボ2で男女の体の関係についてかなり踏み込んで語っています。付き合う前にいたすかいたさないかという質問に対し、こじるりさんはいたしますね、いたさないと付き合えないですね、逆に怖いです、いたす前に付き合うってどういう勇気って思います。いたしてみてからちゃんと人間性とか結構出るじゃないですか、いたし終わった後のテンポ感とか合う合わないがあると話しており、視聴者は騒然となりました。これまでのキャラとは異なるぶっちゃけトークに SNS では今度はぶっちゃけキャラ迷走してるなといった疑問の声が多く寄せられました。こじるりさんも大人の女性なのでいろいろな考えが終わりだと思いますが、こういった発言には賛否両論ありますよね。こじるりさんはたびたび失言をされて炎上しており、炎上一商法とまで言われています。2016年に旅番組で草野仁さんと共演した際に、草野さんが当年とって62歳、実年齢は72歳という親父ギャグを口にしました。こじるりさんはとうととうをかけたことが分からず、実年齢って犬みたいとずれた返しをしてしまいました。無知さと大物に対する犬発言で炎上してしまいました。草野さんの親父ギャグはレベルが高すぎましたね。2020年4月にはインスタライブで筋トレを批判して炎上しました。男たるもの、見せる筋肉じゃなく使える筋肉を持っとけよって思う、役に立つ筋肉の方が良くない、どうすんの、見かけだけの筋肉、考え方は人それぞれなので難しいですが、使える筋肉はもちろん大事ですが、筋トレによって美しく成長した見せる筋肉はかっこいいですし、何より筋トレをする努力が人を成長させますよね。こじるりさんが男性に求めるのは緊急時に頼りになる筋肉ということですね。2021年12月11日、こじるりさんのツイッターでの発言が炎上しました。こじるりさんはアマゾンプライムビデオのバチェラージャパンシリーズに出演されている女性たちを見て、太っている人いない、偉いなぁと発言、見た目に言及する投稿が批判を呼びました。確かに健康的に太らないよう努力することは称賛すべきことですが、こじるりさんのように影響力のある方が太っていない人のことを褒めているように取れるので、賛否両論を呼んだ形になったわけですね。次はデヴィ夫人を怒らせたことです。こじるりさんとデヴィ夫人の間に確執が生じたきっかけは、2013年11月放送のさんまクリームの芸能界個人情報グランプリでした。出演者が特技を披露するちょっと意外な特技部門でデヴィ夫人は見事なポールダンスを披露しました。当時デヴィ夫人は73歳、素晴らしい身体能力ですね。10ヶ月も練習を重ねたんだとか。実はデヴィ夫人は過去にも同部門に出演しており、すでに2連覇を達成し3連覇がかかっていました。本来はさんまさんが優勝を決めるのですが、ひな壇に座っていたこじるりさんが出場者に対して何かと意見を言ったため、さんまさんがお前は審査委員長みたいやなとツッコミを入れていました。それが伏線となり、ちょっと意外な特技部門のグランプリを決める際にさんまさんが優勝者は審査委員長に決めてもらおうと言い、こじるりさんを指名しました。こじるりさんはデヴィ夫人ではなくアニマル浜口さんをグランプリに選び、デヴィ夫人はカンカン、スタッフは大慌てだったんだとか、バラエティーは何が正解か答えがあるわけではないので難しいですよね。スタジオは大受けだったので
お笑い的にはこじるりさんの選択は間違いではなかったのかもしれません。次は綾野剛さんとのトラブルです。2022年3月20日、暴露系 YouTuber の東谷義和氏がこじるりさんと俳優の綾野剛さんとのトラブルについて語りました。東谷氏によると、綾野剛さんやこじるりさんを含む複数人でお酒を飲んだことがあったそうです。その際、綾野剛さんはこじるりさんを連れて帰ろうとし、半ば強引にタクシーに連れ込んだそう。タクシーが赤信号で止まった隙に逃げ出すことができたため、被害はなかったようです。小島を気に入った綾野は無理やりタクシーに乗せてお持ち帰りしようとしたが、泥酔した綾野はタクシーの運転手に罵声を浴びせるなど酒癖の悪さが全開で、恐怖を感じた小島が信号待ちで止まっている暇にタクシーから逃げた。結果的に何もなかったお二人ですが、女性関係の問題が続いている綾野剛さんとトラブルになったということで、憶測が憶測を呼び、こじるりさんの好感度も下がる結果となってしまいました。この件に関してはこじるりさんに非はないと思いますが、お付き合いするお友達は選んだ方が良さそうですね。2022年8月8日、こじるりさんは自身のツイッターで中国の大学に留学することを発表されました。皆様にお伝えしたいことがあります。中国での活動を見据え、来年から中国の大学に留学します。15歳で芸能界に入り、大変なこともあったけれど、笑ってもらうのが嬉しくて楽しくて仕事に熱中した13年間でした。28歳、一度ゼロからチャレンジしてみようと思います。事務所、家族、仕事関係者の方々ともお話を重ね理解していただき、今は移住に向けて日本での活動を少しずつセーブさせてもらっています。この決断を応援してくれたことを心から感謝しています。具体的な移住のタイミングは世の中の状況を見て判断しようと思います。今までタレント小島瑠璃子にお仕事を任せてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。サポートしてくださった方々、ファンの皆さん、来年には日本を離れ場所は変わりますが、元気に自分を信じて頑張りますので、これからも見守ってください。令和4年8月8日、小島瑠璃子、好感度が低迷し、あまりテレビで見かけなくなったこじるりさんですが、空いた時間で中国留学への準備を着実に進めていたんですね。中国留学で何をしたいのかは分かりませんが、中国での人気もゲットできれば、また日本のテレビでこじるりさんを見る日が来るかもしれませんね。いかがだったでしょうか。ゲストとして引っ張りだこだったこじるりさん、最近終わったと言われている原因は原康久氏をめぐる略奪愛が原因でした。その他にもたびたび失言をして炎上したり、デヴィ夫人や綾野剛さんとのトラブルがあったり、理由は一つではありませんでした。2023年からは中国の大学に留学するそうです。いつかまた日本のテレビでこじるりさんが見られる日を楽しみにしています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。